ございます。今月から幹事社が変わりました中国支部村田です、はい、よろしくお願いします。知事の方から発表案件があるということでよろしくお願いします。はい、私からは1点、発表があります。職員のノーネクタイなどの軽装の推進について、ということでございます。例年6月から9月まで、このノーネクタイの軽装期間というのを設定しておりますけれども、今年については5月16日から10月31日までを取り組み期間として実施をしようと考えております。これはもうご存知の通り、地球温暖化防止のために、冷房などの電力を中心とするエネルギー消費が、最も増大する夏季に、省エネルギー対策を強化するために、推進をしているわけでありますけれども、今年は国において、東日本大震災を受けた節電の必要性を踏まえて、クルビズの開始を1ヶ月前倒しをして、終了日も1ヶ月延長をしております。5月1日からということですね、始まっているわけですけども、県としてはこの職員への周知期間も考慮して5月16日から開始するということにしました。で、終わりは10月31日ということであります。具体的にはですね、冷房温度の適切な管理ということで、高めに設定をするということと、それからノーネクタイなどのクルビズの推進ということをやりたいと思っております。今回、省エネルギーについては、ことのほかですね、必要性について実感をされているところだと思いますけれども、さらにライフスタイルの展開にですね、積極的に取り組んで、環境に配慮した創生行動に努めていきたいと考えておるところでございます。私からは以上です。それではこの案件について、質問のある各社さんお願いします。読売新聞の平井です。今回の時期取り組み期間の を変えられた以外に中身として何か変わったことというのはあるんでしょうか。いや、特に中身的にはありません。28度を設定、28度を目安として設定するとかですね、はい、そういうところは変わりません。で、特に大きく変わったところはありません。県庁というのはやはり率先してというか、その県民向けの PR という意味もあるかと思うんですけれども、はいはい、そういう意味でその地球温暖化防止というのはその、県だけじゃなくて県民も含めてということだとは思うんですけれども、はい、そのあたり の、 そのなんていうかメッセージは県民向けに何かありますでしょうか。広島県の環境デーというのをですね、取り組んでおりまして、去年もやったんですけれども、今年もですね、エコショッピング、エコドライブ、それからエコライフ、エコ生活ということで、このいわゆるクールビズはですね、エコライフの部分だと思いますけれども、引き続きその今の環境デーというものの推進と合わせてですね、アピールしていきたいと思っております。先ほどその必要性を実感、当然震災で の節電ということだったと思うんですけれども、はい、そこへの何というかその知事として改めて思われていることというか、普段から県民含めてどう取り組んでいくべきだと思っていらっしゃるかということが、そうですね、今回、例えば広島でもですね、コンビニ の、 看板が一時消えてたりとか、今はまだちょっと復活してるみたいですけど、あるいは東京にで感じたことは、やはりいろんな照明が落とされていたりとか、お店の中の商品棚について一部照明が切れてたりとかですね、切ってあったりとか、そういうことが ありましたけれども、そういうことをやっても日常生活に支障がないじゃないですかという再発見があったのではないかと思うんですね。それを忘れないでですね、さらに進めていくということが大事ではないかなというふうに思っています。すみません、私の方からも言っていただけ、はい、委員会の時はですね、はい、確か軽装でやってらっしゃった時を記録ですが、あれ本会議場はどうなってるんでしたっけ。
それはまあ議会のルールなんですけども、従来の慣例でいうとネクタイ着用ということになってます。確かに議員さんの方はそうでなくてもよくなかったでしょ。それも全部なんでしょ。全員ネクタイですね。そこは変わらないんでしょうか。まあこれはね、なかなか私がこうというふうには言いにくいみたいなので、議会の方でもしっかりと考えていただければなと思います。はい、その他よろしいでしょうか。